カーシー博士の、はい、INTP、はいはい、かれこれ2年前3年ぐらい前ですかね、はい、撮ったのは、うん、それは未だに見られていてですね、はい、まあ、いろんなコメントいただくんですけど、はい、INTP の女性ですと、はい、生きづらさを感じていたら、はい、この動画にあったと、はい、生きづらさを感じて、うん、INTP って調べると出るんですね、はい、そうかもしれないですね、なんかの小説みたいですね、はい、なんかあの村上龍の小説にもあったんですけど、はい、人生になんか疲れて出会うバーがあるみたいな、うん、そこではヘレン・メリルが Try me to the moon を歌ってるみたいな、はい、すいません、見たと、この動画を見たと、はい、看護師をやっていたが、まあ、人間関係が辛くて辞めたと、うん、集団行動や、まあ、その人に合わせるっていうのが難しく、はい、矛盾とかそれ違うんじゃないって思ったことが言えず、はい、まあ、言ったら言ったとて、うん、なんかギュッて、はい、ギュッてされるのがしんどかったと、うん、で、まあ、基本人には興味ないしと、はい、そういうのもどうでもいいってピッて、うん、あの ISTP みたいにね、はい、まあ別に生きていくためにはさ、はいはいはい、看護婦っていい仕事じゃん、うん、お金いいし、あの人文句言ってても気にしなきゃいいだけですで生きていければいいんでしょうが、はい、そのなんかそれも難しく、うん、なんで生きてんだろう人間って、はい、っていうところまで行き着いたと、うんうん、これは悟り一歩手前ですよね、悟り一歩手前なのかどうかわからないですけどねで、まあ、その自分に合った環境が見つかるといいが、はい、この生きづらさはずっと戦うものなんだろうなと思ってますと、はい、コメントありがとうございました、はい、やっぱりこの何回もこの我々の動画ではその、はい、INTP の女性で生きづらいですっていう人もお招きして、はい、あのライブをやったりもしたんですけども、はい、やっぱりきついんですかね、はい、INTP の INTP がきついかどうか、はい、という自己自覚で、はい、女性だ、はい、という方が生きづらいって、いや我々のところにもたくさんのコメントが寄せられるんですよ、はい、自覚は INTP、はい、生きづらい、うん、どう思われますか、まあ、来てるから生きづらいかどうかは分かんないですけどね、コメントを残すけど生きづらいとは限らない、た人は生きづらいかもしれないですけど、はい、INTP だから生きづらいかどうかは分からないって、体調っぽいです、1億人分の10人かもしれないじゃないですか、まあ、もうちょっと多いですけどね、はい、っていう話です。生きづらくない INTP もいっぱいいるんじゃないかなって話です。で、生きづらくない人は生きづらいでたどり着かないんで、コメントのしようがないじゃないですか。僕はね、今ね、はい、違うんですよ、違うんですよ、今僕はこの生きづらい INTP さんにフォーカスを当ててるんです、はい、はい、私たちはなんかギュッて一旦広げて、こっちの人もいるよって話をされるんですか、はい、そういう INTP だから生きづらいっていう話に持っていくので、はい、そうじゃない可能性もありますよねって話。なるほど、はい、じゃあそういう可能性も、 INTP の生きづらい人向けって言われれば、あ、そうですねっていう。なるほど、だから確かにその面もあるが、はい、じゃあそれは認めた上で、はいはいはい、じゃあこっち側にフォーカスしていただき、はいはい、生きづらいっていう INTP さんがいるんですよ、はい、何とは言わないんですね、はい、これなんでなんでしょうね、やっぱり、まあ、内向だからですよね。あ、要は込み人に言いたいことが言えない、うん、言いたいことが言えないというか、まあ、コミュニケーションで苦しんでるって感じじゃないですか。コミュニケーションで苦しんでる、そうですね、コミュニケーションというか対人関係で苦しんでる、はい、辛いと思ってる、はい、これはもうどうしようもないどうしようもないと言いたい、まあ、それはあのタイプの特徴なんじゃないかなとは思いますけどね。 INTP が対人関係で苦しむのは、はい、タイプの特徴なんじゃないかなってそれでよくここまで生きてこられましたね、その共感力で共感力、いや女子が、はい、女子が来てるんですよ、はいはいはい、INTP なんですけど、うんうん、なんか生きづらいですねって、はい、そう隊長は言うんですよ、うん、いや生きづらくない INTP もいると思いますよって、はい
あ、まあその、って理屈の話に持っていくかって話ですよね。なるほど。じゃあちょっと私 INTP だから生きづらいんですって言われると、はい、INTP だから生きづらいとは限らないって話ですよ。でもとは言いませんよね。もしくはこうやって僕が、はい、日本ミス日本を取った、はい、椎名さんでしたっけ、なんかあのウクライナの女性いるじゃないですか。あ、はいはいはい、もしくは私があの人の容姿で、はいはい、INTP なんですけど、はい、生きづらいですって、はい、そんなこと言いませんよねって言われたら、はい、というとって感じですよね何が生きづらいんですかっていう。なるほど。あとまあその言いたいことが言えないとか、はい、まあ、言ったら言ったとて、はい、ギュッてされるんですよ、はい、でそれはどのタイプもされるわけじゃないですか。される、はいはい、そうで、まあ、僕もこれ思ったのは、はいはい、生きづらさは戦うものなんだろうなと思ってますと、はい、その通りだと、はい、僕もあここでまた僕のまた僕は僕の、はい、このコミュニケーションの癖があって、はいはい、僕もそうだよと、はい、言われても多分嬉しくないやつですよね。俺もそうだと、生きやすいとは思ってないと、はいはい、生きづらいとも思ってないが、はい、生きやすいとも思ってないと、はい、っていうことは君と一緒で生きづらさみたいなものと戦ってはいるよと、はい、で、まあ、今年弱い50になるんですけど、はい、ここまで来ると、はい、ようやくあ、なんて言うんだろう、この辺なんだろうな自分の人生って、はい、この辺、はい、っていう、なんて言うんでしょう、諦めというのか、はい、定感というのか、はい、これが悟りというのか、はい、あ、なんかこの辺で落としどころ、はい、落としどころっていうのかな、落としどころが見えてくる、はい、気がする、はい、どう思いますこれ言われても別に何とも思いませんよね多分、うん、そう、まあ落としどころをそもそも求めてない。え、皆さんそうなんですか。皆さんじゃないとは思いますけどね。 SP はそうかもしれない。そうじゃないですかね。いや、なんか僕自分の立ち位置なんか関係ないですもんね。人生をどう楽しむかって話ですから。え、人生は、はい、自分をどう生かすかですよね。どう、人生はこの世の中でどう生きるかですよ。違う、この人生は自分をどう生かすか、はい、それがあの君はどう生きるかってやつですよ。それは楽しいかどうかですよね。違う違う、はい、っていうと、あ、なので、はい、その落としどころとか考えてないですよ。なるほど、はい、だとするともしかこの人もご自覚が INTP であるならば、はい、その自分の使命、あ、これまたちょっと NF っぽくなるんですけど、はいはい、使命みたいなもの、はい、いや自分がやりたいことが、はい、例えばその未来を見据えた演算であるならば、はい、それをやればいいってことですよね。でもそれがやれないから苦しいんじゃないですか。仕事でもっと合理的に効率よく、あ、それはサンクコストが働いている。サンクコストとかっていうか、まあ、自分の中に理想があるわけですよね。このように進めていくと、はい、うまく流れていくみたいな。でもそこが看護師の資格は取った、はい、看護師のキャリアもある、はい、看護師はお金が儲かる仕事だ、はいはい、私のやりたいことは違う。私のやりたいことかっていうか、その看護師の中でもあそこをこうしたらいいのに、ここをこうしたらいいのにっていうのがいっぱいあるわけじゃないですか、まあ、それが言える、はい、ようになるには年月がいるんでしょうね。年月、看護師の中では、はい、はい、でそこがうまくいかないと、まあ、NT だけじゃなくどのタイプもそうじゃないですか。自分のやりたいことがやりたいようにできないと。そもそも看護師が向いていたかみたいな、まあ、看護師が向いてるか向いてないかは分かんないですけど、病院でもあるんでしょうね。どこの職場に行ってもそれはあると思う。絶対非効率なことあるじゃないですか、どこの会社にいたって。うちの会社はまあまあ非効率だと思いますよ、はい、で、まあ、そういった時にどこの会社行ったってこう自分の思い通りには自分の組織じゃないので動かないじゃないですか。動かないです、はい、NT のいる看護師の NT が不調とかだったら、はいはいはい、それでも NT っぽいんでしょうけど、それでも部下が言うこと聞かないわけですよ。でまた NT の中でも考え方の違いはあるでしょうしね、はいはい、はい、で人がいっぱいいればいるほどまとまらなくなってくるわけじゃないですか。
っしゃる通りです、はいはい、そうするとまあなかなか思い通りにはいかないですよね。どこのどんな職場でもだと戦いですねやっぱり、はい、戦いです。どうやら戦いなのか受け入れるなのか、君はどう生きるか、君はどう生きるか。ニーバの祈りってあったじゃないですか。何ですかそれは。前やったやつですよ、うちの動画で。変えられるものを、何でしたっけ、変えられるものを変える勇気と変えられないものを受け入れる、はい、何でしたっけ、なんかそんなのあったじゃないですか。あ、なるほど。それを見極める知恵でしたっけ。テイゾーさんが言うやつですね、テレフォン人生相談の。はい、わかんないですけど。変えられるものは、はい、変える努力をしましょう、はいはい、変えられないものは受け入れる勇気を持ちましょうみたいな戦いです、はいはい、まあ INTP の人に頑張れって言っちゃダメでしょうね。頑張れ、あ、まあ、頑張れって言われてもな感じはしますけど、ね、でもまあ日本には頑張れしかないんですよ言葉は、はい、頑張れはあのいろんな意味で頑張れと受け止めていただければ、はいはい、やれとは言ってないです、はいはい、あ、地図さんごきげんよう。あ、 NT に看護師はきつそうと、うん、なるほど。ケゴリンさんは ENTP だが日本社会は生きづらいと感じますと。はい。あ、友知さんも NF 結構きつかったですよ元看護師。はい。あ、 NF でもまあそりゃそうですよね、まあ、なんかハードですよね看護師って。ハードなイメージがあります。はい、はい、うちの母親も看護師でした。大変そうでしたか。大変そうでしたよ、夜勤とかって。まあそうですよね。うちの親父消防士で母親看護師で2人とも夜勤があったあ、はい。じゃあ2人が同時の時は誰もいないみたいな。おばあちゃんがいたんで、おばあちゃんと。はい、なるほど。タコタコさんごきげんよう。ごきげんよう。看護師として生きやすいタイプは、僕頭悪いんですけど、はい、なんか全部のところに、はい、そのタイプの人がいるんだろうなとは思うんですよ。まあそれはあると思いますよ。回らない気はしますもんね。はい、いろんなタイプいないと。そう、 SP ばっかり固まったら大変ですよ。そうだからやっぱり同じような分布で、はい、いるんだろうなっていう風に受け止めてます、はい、で浮きやすいタイプなんてないんだと思ってます。はい、はい、僕は生きづらくないですけどね。あ、 SP はもしかしたらそんなことは思ってないかもしれません。生きづらいって、まあ、主観じゃないですか。生きづらいって思うかどうかの話ですよね。これ SP っぽいんですかね。わかんないです、本当にわかんないで、ね、ごめんなさい。その生きづらいと思うか思わないかの違いじゃないですか。あ、でも生きづらいって言われると、はい、わかるよって思いませんか。わかるよって思わないです。何が生きづらいんですかって。あ、この人こんなことで生きづらいんだなって思ってます。なるほど、僕はわかるよって。はい。あ、でもまあ話聞いてみたら半分はそうかもしれないですね。なんかまあ現実的なところですよね。僕が言う生きづらいはなんかいじめられて殴られてるとか虐待受けてるとかご飯食えないとか。よっぽどですね。よっぽどです。僕は多少その、はい、メンタルが弱い人間なので、はい、分かるよと思ってますアドバイスはできないと思ってます、はい、はい、